というわけで、こんにちは。作曲家の瀬川と申します。僕の仕事は主にドラマや映画に映像にですね、音をつける仕事をしています。今日はその中でも、特に映画制作のワークフローの中で、プロツールスをどのように使っているかということを、紹介していきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。僕自身は今現在、プロツールス以外にもヌエンドで作曲したり、あとロジック10で作曲したり、あとかなり出番は少ないんですけど、エイブルトンライブやリーパーといった DAW も使って仕事をしています。でもどの DAW を使って作業しても、結局最終的にはスタジオレコーディングするためとか、エンジニアさんにミックスをお願いするために、プロツールスセッションを作る必要があります。ちなみに、昨年公開された福田雄一監督の「新解釈三国志」という映画はですね、60トラック以上必要だったんですね。なので、例えばレコーディングするとかミックスするっていうために、このプロツールセッションをやっぱりその60個とかね、70個近く作る必要があるわけです。まずは届いた映像をプロツールスに取り込むわけですが、一番最初にこのスーパーセッションと普段呼んでいるセッションを一つ作ります。名前、どうしてスーパーセッションかは僕もわかりません。LA に住んでる頃に周りの人がスーパーセッションと呼んでいたので、僕もスーパーセッションと呼んでるだけです。多分ですけど、マスターセッションとかね、そういう名前にすると、映画に関わる、映画に関係する他のいろんなワードと重なってきて、やっぱり煩雑になるので、多分ちょっと変わったね、名前、スーパーセッションっていうのを、スーパーセッションっていう名前をつけたんじゃないかなと思います。さて、スーパーセッションを作る理由なんですが、先ほど紹介した一つの映画で60から70あるレコーディング用のセッションに毎回ビデオインポートしたんでは、ものすごく時間がかかるんですね。その時間がかかる理由というのは、ビデオインポートするときにいろんな圧縮されたものを解凍したり、あとコーデックの違いでインポートにものすごい時間がかかったり、あとは単純に最近多くなったんですけども、4K の映像のように、映像のデータが単純に大きいものですね。それらは取り込むのに結構時間がかかります。それを毎回映画のためにね、60回も70回もやるのはすごく効率が悪いので、スーパーセッションに一度取り込んでしまって、そのビデオトラックを各レコーディング用のセッションにインポートするという流れにします。さて、スーパーセッションにビデオを取り込んでいきます。インポートビデオ、ここに、ですね、Adobe のプレミアで作った20分ぐらいのビデオがあるんで、まずそれをインポートします。ファイルからオーディオインポート。今日はオーディオに何もないので読み込みませんが、必要な時はここをクリックしてオーディオインポートすると。はい。ビデオのタイムコードが1時間飛んで5秒になってますね。で、今このセッション自体は、0時間0000から始まってるので、まずこのタイムコードをビデオに合わせてやる必要があります。それはですね、この設定から現在のタイムコード1ですね。これは、カーソルがある位置のタイムコードを意味してるんですが、実はここに F14 でショートカットが入っています。これはですね、もともとプロツールスのデフォルトではこのコマンドに対して、ショートカットはないんですけれども、これは僕は頻繁に使うので、ショートカットを後から Mac の機能として付け足しました。このショートカットの足し方は、システム環境設定に飛んでキーボードからショートカット、そしてアプリケーションへ飛びます。プラスボタンでこのアプリケーションにプロツールスを加えて、そしてこのショートカットを足したいファンクションですね、これの名前を正確に、ここに入力します。プロツールスの特徴なんですけど、この、
ファンクションの後にこの点々点っていうね、これがついてるんで、これを忘れないようにしてください。そして僕はこれを、しょっちゅう使うんですが、叩きやすい位置 F の14に、ファンクションキーの14に設定しています。そうするとプロツールスに戻ってきて、ここに F の14ですねあったり、あとミリ系でいくつか足しているものが先ほども見えたんですけど、このベロシティ変更や入力時クオンタイズやこれですね、それから、ステップ入力のショートカットを足したりしてます。そうするとこうやってショートカットですぐ飛べるわけですね。これは、何かと便利なのでカスタマイズしてもらった方がいいかもしれないですね。さて、先ほどのタイムコードの位置、ここに戻ります。で、今ビデオが1時間飛んで5秒を示しているので、ここを1時間飛んで5秒と入力します。はい、 OK をクリックして相対的な位置を維持してください。 OK です。はい、これでセッションがタイムコードとビデオのタイムコードの表示に合いました。で、スーパーセッションは一応これでもう出来上がりなんですけど、念のためにコマンドと数字の2を押してセッション設定を開いてみます。セッションスタートも1時間飛んで5秒になっているし、でタイムコールですね、ここは映像を取り込むときに、プロツールスの場合は間違いがないように、あのビデオのフレームがセッションと違っている場合はアラートが出ますが、今現在は正しいタイムコードレートが選ばれているのでアラートは出ないですね。はい、で念のためにセーブして、これでスーパーセッションはできました。